はい、えー、今回もですね、IH 家電についてメッセージをいただきますので、えー、ちょっとね、動画にさせていただきますね。そっか塾の久保でございます。メッセージいただいた方、ありがとうございます。今回は、M さんというね、女性の方からいただいてます。ありがとうございます。現在、そっか塾のね、塾生さんも6割が女性ということで、女の人に人気の放送になったかなと思います。えー、こんばんは、M です。 久しぶりのコメントになりますがあいつも更新情報は拝見させていただいておりますありがとうございます IH とガスどっちも使ってみて個人的な感想ですがあ両方使われたんですね料理のしやすさ出来上がった時の味の美味しさはガスの方が良いですあやっぱりそうですね安全性掃除のしやすさに関しては IH ですねと最近のガス調理器も進化していますが IH の健康被害については大人になってから使っているのでよく分かりませんし我が家の子供たちがそれだけ要するにね電磁波が原因で具合が悪くなることがあるとは言えないと思っていますそうですね食べるものとかその他ね健康上の問題っていうのは IH だけではなくていろんなものが積み重なってってことですよねとはいえ電気調理器の高周波のマイクロウェーブが食材の細胞を壊しているという点において 温める原理を考えたらそうなのかもしれません栄養価の低くなってしまった食材をさらに低くしているかもしれませんねと。うん、で IH とガス以外にもこんなものがありますということでリンクを頂い,いてますけどもえリンク先にはですねどんなものがあるかといいますと「スーパーラジェンドヒーター」っていうね遠赤外線おこれいいですねこれはいいじゃないですか高そうだなでも遠赤外線のがあるみたいですね。 ご購入はこちらって書いてますからちょっとえー、すごい高いじゃないですかああすごいすごいえー、でも買えなくはないなこれはなはいありがとうございますリンクの方も検討させていただきますセラミックの何と言いますかスーパーラジェントヒーターってやつですねはい遠赤外線いいじゃないですかこれはい遠赤外線セラミック調理器最近すごく気になっている商品ですもしよろしければこちらも視野に 入れてって書いてます。むちゃくちゃ入りました、今。8割ぐらいこっちに心が揺れてますね。ご検討されてはいかがでしょうか。少し高い商品ですが、美味しくできそうな気がしています。では、夜分遅くに失礼しました。いや、これいいですね。M さん。あのね、このセラミックのヒーターに関しましては、私ね、やっぱりアーリーアダプターとしては、アーリーアダプターってのは、あの新しい出たものすぐ試したくなるタイプなんですよ。そういうものを買って、レビューするってのいいですね。毎食毎食ね。 いやーいいですねありがとうございます M さんにあのー、今回はですねいろいろとまたヒントをいただきましたね、うん、はいそれでは今回の動画は以上ですすいませんなんか空白の時間できちゃいました失礼します